ブランキッチをご覧の皆さん、こんにちは。石橋アナの狭間陽平と石橋隆久です。よろしくお願いします。やったー、ワイドキッチン。ずっと出たかったんですよ、僕。ずっと出たい思いが強すぎるんですよ、この格好。料理番組ですから、はい、あのやっぱり形から入った方が、あのスタッフさんも喜んでくれると思ったら、なぜかこの、なぜそんな格好できたのみたいな。いや、そりゃそうやね。これ、あの僕が自宅でパンを焼いてる時の清掃なんですよ。何を言ってるんですか、アダマさん。何がですか。イースト菌が脳みそに回ったんですか。違います、ね、おかしくなったんちゃいます。あ、そうですか。まあ、でも一応ね、料理する時は僕この格好なので、はい、今日はちょっとこの格好でお付き合いしていただけたらなと。ああ、わかりました。自信はあるわけですね、はい、はい、というわけでございまして、はい、皆さんに投稿していただいたレシピをですね、我々が実際に、まあ、作ってみようという企画でございます、はいはい。今回の1分レシピはですね、ニックネーム G コーさんから、いただきましたね。 G コーさん、はい、うん、おにぎらず、おお、はい、おにぎらずを作ってみたいと思います。おにぎらずに作ることができるのか。そうですよ、おにぎらずですよ、パンじゃなかったですね。パンじゃないですね。さあ、準備の方よろしいでしょうか。任せてください、いつでも来てくださいよ。さあ、行きましょう。はい、よーい、スタート。よっしゃ、来た。はい、というわけでございまして、早速この焼き鳥の方を縦に2枚置きます。そして、ご飯を乗せるんですが、うん、その間に石橋さんにはちょっとチーズの方を向いておいていただきます。はい、わかりました。取ります。チーズですね。はい、こちらの方にご飯をと、出していただきまして、さあ石橋さんがそれを剥いてられるので、ロースハムを乗せます、はい、そしてチーズを乗せてください、はい、そしてマヨネーズをピーとかけていただきまして、で、これをグーン、はい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 、ギュッギュッとね、はい、しまして、さあもうそうでしょ。で、これを縦にまっすぐパスーッと切ります。はいはいはい。そしたらなんと1分も経たないうちにこのおにぎらずの完成でございます。できたー。美味しそうですね。早い、食べてみましょう。じゃあ食べてみましょう。それでは私が1分で作ったおにぎらず、早速食べてみたいと思います。はい、ねー、もう絶対にうまいもんな。うまい。さあ、うん、海苔のね、風味もふわっとして、うん、で中でこのハムの感じとチーズの感じがバランスちょうどいいですね。うん、うまい。運動会とか、はい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 、なんかそういうなんかいろんなこの紅葉を見に行くとか、うんうんうん、お花見とか、まあ、いろんなレジャーに使えますね。うん、あ、なんかサンドイッチ的な要素もある。うん、うん、美味しいですよ。うん、これはもう大人から子供まで、うん、みんな好きな、うんうん、あ、私ちょっとこれダメっていう人はいないですよ。だってチーズもやっぱりね、うん、子供好きやし、うん、ハムもやっぱ大人も好きやし、うんうん、でこれがまたおにぎりって食べやすさもいいしね、うん、家で小腹が空いた時とかに、はい、絶対作って食べるんですよ、うん、絶対作って食べるっすやっぱりもうワンパクになっちゃうよね。なんかえ、そうっすか。そうっしょ、そうっしょ、うん、これも家で作れたらもうさ、わざわざご飯わざわざ食べに行かんでええしさ、うん、あ、なんかもうこれも冷蔵庫の中にハムとチーズとさ、うん、マヨネーズだけ置いとけさ、もうもういいっすマジっすかとても美味しかったっす。美味しかったっす。ワイズキッチンでは皆様からの簡単で美味しい1分レシピをお待ちしております。はい、狭間へのクレームは狭間のツイッターまでお願いしますお待ちしております。お待ちしておりますじゃないよ。ありがとうございます。